では皆様お待たせいたしました。お時間になりましたのでそろそろ始めさせていただきたいと思います。本日は自由報道協会主催の頑張れ日本全国行動委員会幹事長水島悟氏の洋上慰霊祭と尖閣上陸の記者会見にお越しくださいまして誠にありがとうございます。さてそれではこれより早速記者会見を始めさせていただきます。まず冒頭ご本人より少しお話をいただいて、その後 VTR を皆様にご覧いただく予定でございます。その後会場からの質問を受け付けさせていただきます。繰り返しのお願いでございますが、質問は簡潔に1人1問、時間がある場合は2問目以降も可能でございます。またゲストスピーカーを遮るような発言はおやめください。そしてスチールカメラマンの方に今一度ご案内でございます。スタート10分以降のストロボ撮影はご遠慮いただくようお願い申し上げます。さあそれでは改めまして、水島悟氏でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、発言ありがとうございます。先日19日、18日から石垣島の荒川漁港を出まして、尖閣諸島に、私たち この活動としては10回目の、尖閣遠征といってますけれども、漁業活動でこれを行ってまいりました。今回は石垣、宮古、そして与那国の、3つの島の漁協の漁師さんたち、船にしますと21隻、総計150名の皆さんが、乗船いたしました。そのうち、国会議員が8名衆参入れまして、これまで国会議員も何名か行ったりはしてますけど、8名一緒に行ったのは初めてでございます。その、目的が漁業活動、尖閣周辺の、それからもう一つは、一番大きな今回の目的は、洋上の、慰霊でございます。尖閣諸島、とりわけ魚釣島の周辺で亡くなられた、米軍の爆撃によって亡くなった方、そして漂着してその爆撃で、魚釣島で飢え死になさったりなんかした、戦争の時、そういう犠牲になられた方の、慰霊を目的に参りました。今回、こういう形で漁業活動と慰霊祭を行うというのが目的でしたけれども、政府からは上陸とかが今回の東京都と同じように出ませんでした。私の方で考えたのは、そのまま行けば、そういう形で終わったはずの活動でございましたが、皆さんご存じのように8月15日